ジャパンプラットフォームが加盟 NGO の活動をお届けします。東京港区東麻布にある世界の医療団、世界各国で人道医療支援に取り組む国際 NGO です。現在世界74カ国で330の保健医療プログラムをやっております。日本国内の事業以外に、今日お話ししますバングラデシュの事業、ロヒンギャ難民支援の事業、ウクライナ、それからトルコシリア地震の対応、そして緊急ではありませんがラオスで母子保健の事業もやっております。でこの中で、ジャパンプラットフォームを通しての事業というのがバングラデシュ、ウクライナ、そしてトルコシリアとなります。ロヒンギャはもともとミャンマー西部ラカイン州に暮らす主にイスラム教徒の少数派民族、仏教徒の多いミャンマーでは長い間迫害されてきました。この人たちは国籍を持たず、これまで長期的にわたって差別と激しい迫害に苦しめられてきた人たちで、2017年の8月25日ラカイン州北部で新たにミャンマー軍と武装勢力の激しい衝突が起こって、その時に70万人以上の人々が一気にこのお隣のバングラデシュに避難してきたことから事業が始まりました。コックスバザールというところが今の活動地というか難民の方が逃げてきた地域になります。ロヒンギャ難民は最大100万人とも言われ世界最大の難民です。2021年から現在におきましてはこの地域で非感染性疾患の予防事業を行っております。非感染性疾患、つまり高血圧や糖尿病といった生活習慣病のことです。ロヒンギャ難民、そして難民を受け入れているバングラデシュのホストコミュニティの住民も、油っぽい料理や野菜の少ない偏った食生活、喫煙習慣、運動不足などから深刻な生活習慣病にかかる人が多いと言われます。世界の医療団はロヒンギャ難民キャンプのあるコックスバザールで現地組織と連携して事業を行っており、日本からスタッフを定期的に派遣しています。木田さんは危機が起きた2017年当初から継続してロヒンギャ難民キャンプに入り活動を続けています。ここが今居住している宿舎なんですけど、これが入り口 で入り口からこう入っていくと、ここにダイニングテーブルがあって、普段はここでご飯を食べています。その横にキッチンがあってこんな感じキッチンがあり、はい、こう今スイカの時期なんでスイカがあったりとか、なんか常備薬とか卵とかレモンとかあったりして、ここで、そんなに大したものを作ってないんですけど作って食べたりしています。これコックスバザールのこう街中なんですけど、ちょっとカオスですよね。北海道よりちょっと大きいぐらいの面積に日本以上の人口がいる国なので、バングラデシュ人にとったら観光地なんです。ここちょっと、車で10分20分ほど行けばビーチに行くんですね。海、ホテルが本当に林立していて、今は本当にどこも満室で予約取れないです。コックスバザール中心街から車でおよそ1時間のところにあるロヒンギャ難民キャンプ。ここで今もおよそ94万人の難民が雨風をしのげるだけの簡易な建物の中で暮らしています。家庭で出た汚水とかをそのまま垂れ流し状態でキャンプにこうわーって流していたので、本当に歩いてたら横にこう家庭から流れてくる汚水が溜まって、そこで子供とかはなんか水遊びしてるし、本当になんか不衛生な状態だったんですけど、
はい、今はですね、そういう汚水とかが流れる溝みたいなのが作られたので、ちゃんと居住区域と汚水のこの、空間が分けられたみたいな感じで、ちょっと衛生的になったかな。多分一番行かれてびっくりされるのが匂いだと思います。一方、キャンプ内ではラーニングセンターの授業で英語の勉強をしたり、サッカーやバレーボールを楽しむ子どもたちの姿も見られます。ここでの授業の柱は2つ。現地の人からなる保健ボランティアによる予防啓発活動と、診療所など医療機関の能力体制強化支援です。もう難民の人たち、キャンプ生活に入って7年目で、やっぱりキャンプ内の食生活ってどうしても栄養が偏りがちになってしまうんですね。この地域では野菜を食べる習慣があまりなく、カレー味をベースとした油や塩を多く摂取する料理が多いといいます。こちらは木田さんがよく利用するというキャンプ近くの食堂での昼食風景。キャンプからちょっと30分ぐらい行ったコックスバザード寄りのところに ウキアっていう地域があるんですけど、体験団体のトレーニングセンターがあって、1階が食堂になってるんですね。で、キャンプに行った時にはこの食堂でいつもご飯を3時とか4時ぐらいに食べていて、これは本当にヘルシー。バングラデシュ人は基本こういうお料理を食べているとは思うんですけど、煮るっていうことがないんです、この国。基本的に肉料理、魚料理は油をひいて素揚げ、まあ日本でいう素揚げみたいなのしますよね。で、日本だったら、まあ、揚げ物したら、揚げたら、ね、肉だったら肉だけを取り出し、それだけを食べるんだけれども、バングラデシュってその揚げた油がスープっていうか汁になる、ソースになるんですよ。で、その油の中にいろんなこう調味料って、香辛料とかを入れて、油をドロドロにして、それをお肉と一緒に食べるっていうスタイルなんで、基本油を食べてるんですよ。難民を受け入れているホストコミュニティに対しても同様の啓発活動を実施しています。基本的には本当にキャンプでもホストコミュニティでも同じ内容の活動をしています。ホストコミュニティだからこういう内容とか、キャンプだからこういう内容っていうふうに分けてるわけではなく、健康教育の内容は全部同じです。世界の医療団が要請した保健ボランティアスタッフがそれぞれの家を個別訪問し、紙芝居などの教材を用いて生活習慣の改善方法を教えます。ロヒンギャの人たちほとんど識字率が低いというか、女性は多分ほとんど読み書きできない、比較的に訴えかけるような紙芝居なんかを用いて健康教育をやっています。これが紙芝居の内容で、英語バージョンなんですけど、こう、裏表になっているので、この、絵の説明が裏にこう、いう感じで書いてあって、NCD って何なのっていうところ。で、これは不健康、NCD になる不健康な生活習慣。もうこれは、ね、運動不足って、ですぐにこう、ね、廊下でも乗り物を持って歩かないとか、この人たち本当ご飯大好きなんですよね。で、炭水化物をすごいいっぱい取るのと、野菜がなくってこういう肉魚だけしか食べないとか、あと揚げ物が多いこととか、それこそ調理にすごく油を使う。で、まあ塩も結構たくさん取るんですよね。辛いのが好きなので、やっぱり唐辛子を入れると結構塩入れないと塩気感じないんですよね。なので自然に塩の量は多くなるんですけど、塩の取りすぎ。で、あとはこう、甘いものですね。甘いものもとっても大好きで、ロヒンギャの人たちコーヒーを飲むんですけど、まあ、このコーヒーも砂糖たっぷりですよね。まあ、最後は喫煙だったり、紙タバコ。これシンキングタイムなんですけど、一方的に言うだけだったら、
ちゃんと伝わってるか理解しているかどうかってわからないので、ここで、まあ、保健ボランティアに不健康な生活習慣って5つ言ったよね、覚えてるみたいな感じで確認してもらってるんですね。で、言えなかったら、あ、これもあったよねみたいな感じでフォローをして、で、次の話題に進むみたいな。長年の習慣はすぐに改善することが難しく、繰り返し何度も正しい情報を伝え、自分で目標を作って、後からそれが実践できているか一緒に考えていくといいます。また、健康教育の訪問を行うことで、非感染性疾患の早期発見にもつながるといいます。基本的に健康教育の対象を20歳以上の成人にしています。で、この方は生活習慣病があるかどうかっていうことは、この場では確認はしなかったんですけれども、健康教育の対象の該当者であるので、健康教育をしているのと、こういう痩せ型で、で、ここの強さ乳突筋ってあるんですけど、この首のこの筋というか、これ呼吸を補助している筋肉なんですけど、普通に息するのがしんどいから、この呼吸を補助する筋肉がすごい発達するんですよね。手をこう取ってるんですけど、なんで手を取ったかというと、このバチ上手って言って、指の、この爪の部分が太鼓のバチみたいに丸くなるんです。バチ上手とは、指先が太鼓のバチのように丸く膨らんでいる状態。呼吸に問題のある方に多く見られる症状だそうです。そもそもこの人はタバコを吸ってらっしゃったので、おそらく肺疾患があるのではないかという予測を立ててました。一緒に参加したんですけど、ব্যাথার জন্য একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ ভরে গরম ব্যাথার দেয়, ওইটা আমার জন্য সেটা একটা যদি হতো আমার জন্য বেশি ভালো হতো। অনতলি আড়া ওড়া গরিবের পরে さらにもう一つの事業の柱が、連携医療機関のスタッフの育成。2つ目の柱を担う、まあ、スーパーバイザーみたいな人がいて、でこの人は医師の人なんですけれども、この緑のヒジャブをかぶって青いベストを着た人がスーパーバイザーで、この彼女の前にいる人がスクリーナーといって血圧を測ったり血糖値を測ったりする担当の人なんですね。でこの真ん中の方が患者さんで、でこれはそのスクリーナーが患者さんに血圧を測ったりする場面にスーパーバイザーがいるんですけど、まあ、患者さんに必要な情報を聞けてるかなっていうのをこの、彼女が観察してですね、後でこう、ここもちょっとこうした方がいいんじゃないっていうようなことを助言、アドバイスする。難民キャンプと同様、週2回、ホストコミュニティの診療所でも、非感染性疾患の検査や診療サービスの体制の整備、医療スタッフの質の向上を目指しています。非感染性疾患に対する基礎知識、思ってもらったり、血圧測る時も単に血圧を我々測りがちなんですけど、いろいろですね、注意事項があって、走ってすぐ血圧を測るとやっぱり血圧値って高くなりますよね。もとんアリアカリアラゴロとアセアフマルベクスマザーでオネカスドイパーアピードイパーボシェラクトパリナドイパーボシェラクトパリナシューカス。木田さんは看護師として日本の医療機関で6年間働いていました。その後看護師の職を生かし、ラオスの青年海外協力隊に参加。世界の医療団ではロヒンギャ難民キャンプ支援事業に当初から携わりました。彼らのその人となりというか、本当に生活がすごく厳しいのに私のことを気遣ってくれたりとか、ね、裕福でもないのにご飯をご馳走してくれたりとか、この人たちにこう何かしたい、
その思いだけですよね。世界の医療団は紛争や自然災害、貧困、差別などで医療を受けられない人々に将来にわたり医療を受けられるよう活動する国際 NGO です。17カ国に拠点を置き、70カ国以上でプロジェクトを実施しています。